先日一通のメッセージが届いた。今度うちでカチューパパーティーをやろう。カチューパとはカーボベルデの伝統料理。朝レストランに行くと9割以上の地元民がオーダーする日本にはないレベルの超絶国民的料理である。もちろん僕たちも現地の人たちに習い1年2ヶ月もの間カチューパを食べ続けた。主な原料は豆とコーンで、冷蔵庫に余っている肉や魚とともにトマトベースで煮込んだ日本でいう肉じゃがのような食べ物だ。ブラジル料理やポルトガル料理の影響を受けた上でカーボベルデ国内で独自に進化した料理と言われている。差出人はカーボベルデと日本のハーフであるヒロ。彼は僕たちがカーボベルデに旅行していた際、インターネットでニュース記事を見つけ、その後連絡を取り合うようになり、おすすめの場所を伝授してくれたり、彼の家族や友人を紹介してくれたり、時には現地で話されるクリオール語まで教えてくれた恩人である。この話からも分かる通り、実はカーボベルデ人は面識がなくても躊躇なく連絡をくれ、昔からの親友かのようにとっても親切にしてくれる。僕の SNS アカウントには今でも世界中のカーボベルデ人から連絡が来るのだが、多い日だと1日100人以上の方から新規メッセージをいただくなんていうこともある。日本ではちょっと考えられないが、超絶オープンマインドが特徴の彼らにとってはそれがごく普通なのだ。実は日本にはカーボベルデ人が12人ほど住んでいるらしいのだが、例に倣ってそのほとんどの人たちと SNS でつながっている。そんな個々人で連絡を取っていた彼らが一挙に集合すると聞き、僕たちは数週間前からこの日を心待ちにしていたのだ。ムイトオブリガーダ、Thank you so much。遠くまで来たの久々だな。はい、今日は武蔵嵐山駅という埼玉県の秘境ですかね、ここは。初めて来たね。はい、やってきました。今日はね、この後ね、面白い会に参加するので皆さん楽しみにしていてください。えい、こんにちは。ごめんね、遅くなった。お邪魔します。お邪魔します。えい、ファイナリー、ナイスミチュー、リキーや。やあ、ユーやす。ユースピークジャパニーズ。あ、オッケーオッケーオッケー。もう挨拶だけね。オッケーオッケーオッケー。もうスメルズナイスなの。あれカチューパー。わー、おお、すげー、すげえ。懐かしい懐かしい。お、お、興味あるな。ダメなんだよ。お、お、お、お。あ、お願いします。ありがとうございます。カチューパは何が入ってるんですか、今日は。今、うん、これは、ま、コーンか。コーンと豆、うん、豆。この後具を入れるんだ、他のベジタブルと。そうだ、この辺とシェフお肉と。Do you often to cook カチューパ in Japan?This year is the fourth time I'm cooking kachupa. Only in this summer. Oh yeah, because it's hard to get the material, no? Right. We lucky we have some Brazilian store. In Kyoto? Especially in Shiga actually. Oh yeah. Because there's a lot of Brazilian around there. Oh, why? They are working in factory? Yes. Ah, okay. The Nikkei people, ne? Uh-huh. Nikkei.
So we can have the anyway now. Oh, nice. Even with Amazon, you can buy. Oh yeah, yeah, yeah. This product, this especially the. But expensive, no? ちょっと500円ぐらい。オッケーオッケー。500グラム？これとか懐かしいなこれ。これチャイナストアとかにいつもよくあったじゃんこういうの。これ懐かしいな。そっかブラジリアンもこういうの使うもんね。はいはい。フィジュアダとかも作るもんねブラジルね。オニオン、ピーマン、パンプキン。ああキャラってね。ヘルシー、ヘルシーフード。おお。ヘルシーフード。And トマト here. Oh yeah. And some cabbage. Okay, okay. No buy, no buy, no buy. No buy, no buy. Cabbage and kabocha. Okay. It's cooking now. Mm-hmm.Then mix. We gonna mix. And prepare the meat. Oh yeah. One of the invitees will bring pork. So we might prepare also pork. And we have chicken. That was chicken alive. Yeah. We chicken from Brazil, you know.From yesterday, we had it on spice. Oh, wow! So, you feel it? Oh, yes, 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 yes. Umaso! Look, sappaka ga. Yesterday, we... Lorier, cumin, tamarind, paragata. Herbs, oh, many herbs. Uh-huh. And bokadiji paragata. Mm-hmm. Tamarind.Tamarind. Oh, smells nice. Garlic. Okay. Oh, it's so delicious. 絶対美味しい。なんか日本だとさ、あんまりこういう。茹でた野菜見ても何とも思わないけど、カチューパの見るとすごい食べたいってなる。なるほど。超美味しそうってなる。なんか懐かしいね。懐かしい。めちゃくちゃ人が増えてきました。何人いるかね。とここで3週間前に日本に入国したカーボベルデ人男性が僕たちにお土産を買ってきてくれたという。さてここでクイズ。皆さんこれが何か分かりますか？なんとこれバオバブの実だそう。言われてみればこんな実をスーパーで見たことがあった気がするが、正体不明すぎて購入したことはなかった。ということで日本でバオバブの実を食べるというおそらく 99.9% 以上の日本人が未経験であろう希少な体験をさせてもらった。本当になんか素直な感想言っちゃうと思う。ああ You finish it? How was it? Yes. Yes. It's like you're going to eat it. It's like..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 . It's almost sweet. It's like..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 . It's like dry fruit. It's like..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 . It's delicious. It's okay? It's like... It's like... It's like... The women are preparing for barbecue.肉はでかい。これぞカーボベルデ式バーベキュー。どう？いいよ、食べて。美味しい。懐かしい。優しい。優しい。何、お味？うまい。マカガ。タップガガや。久々のカチューパにテンションが上がったのか踊り出すヒロ。いやーこの感じ懐かしい。カーボベルデ人は朝だろうとシラフだろうとテンションが上がるとすぐに踊り出すんだ。急遽僕らの YouTube を見ることに。みんな何度も見てくれてるはずなのにすげー喜んでくれた。いやいやむしろ僕が嬉しい。Of course. Of course.
そしてせっかく日本に住むカーボベルデ人が集結したということで、いろいろインタビューをしてみたのですが、その動画は次回のお楽しみに。楽しい時間はあっという間に過ぎる。帰り際にパーティーの費用を払おうとすると、リキ、カーボベルデでお金を請求されたことがあったか、つまりはそういうことだよと言って受け取ってもらえなかった。 Next time you should love Nato Nato バイバイ。猫ちゃんも一切人見知りせず、カーボベルデ人並みのコミュ力なのは飼い主のせいなのか。そして最寄りの駅まで送ってもらい解散。いやしかし4ヶ月経って少しずつ落ち着いてきたカーボベルデ欲が一気に高まってしまった。ムイトオブリガーダ、Thank you so much。 またまた、ありがとう本当に。ブローダー、オブリガードブローダー。